回転かからないでこうパーッと抜けていくと真ん中に、怖くて投げられないんですよ。そういう練習をブルペンでやってる人はフルカウントなんても怖くないんですよ。江川卓の高され、今回は江川さんにクイズで、クイズで、はい、江川さんがプロ野球選手の時に唯一押し出し式を出したことがあるんですけども、それと覚えてますか？1回だけありますね。いつだったっけかな、ずっと出さなかったんですけど、7年目ぐらいだと思いますけど、85年ぐらい、87年、最後の年、どこで、7月31日阪神戦、もうちょっとで終わりじゃん引退の年ですもんね。阪神戦どこ、甲子園、甲子園です。で、2回、はい、真由美選手にパワーを与えて押し出して、だからそれまでずっとなかったら珍しいんだよね、うん、確か1792イニング目にして初めての押し出しということは、ものすごい調子悪かった、2回ってことはものすごい調子悪いよね、うん、もう肩がだからあれで、わー惜しかったねそれ、2回4点取られてますね。ああそう、もうだからもう5月にやめようと思ってたから、肩もどうしようもなくて家族に話をしたから、それ7月でしょ、だからもう肩がもうどうにもならなかったね、だからそういうことになったのかな、ちょっと残念な話ですね。それが現役ラスト嫌だったので、まあ、そこも何か関係しているのかなっていうのはちょっとお伺いしたくて。ああいえ、だから5月にもう前の年にもうすごい悪かったんですけど、自分の中ではなかなか言い出せずに、シーズン明けて5月に家族と食事をしたんですよね。で、ある中華屋さん行ったと思うんですけどね、地下のそこで今年で辞めるということに言って、でまあ肩の状態知ってますから、まあ、辞めるんでももうあと楽しくやったらいいじゃないって、そうだ今年1年ねって言われて、一生懸命じゃあ最後投げようなったんですけど、東京ドームができるので次の年にね、10年目なわけよ。プロ野球に入った時の目標が10年100勝1000三振っていうのを目標にしてて、1000三振達成して100勝も達成してるんですよ。10年っていうのは目標が3つ目だったので、3つのうちの1個なので、東京ドームできるじゃないですか。東京ドームですよ、今いっぱいありますよね、東京ドームいっぱいあちらこちらに出来上がってますけど、ドームで野球ってしたことないじゃないですか。それやっぱりちょっとこれからもしかしてやめて、全然そういうやめてから解説やろうとかテレビやろうとかって思ってなかったの、全く何も決めずに、もう今年でもう無理だと思ってたけど、もしかしてそういう仕事が来る可能性っていうのがゼロじゃなくて、アウトして、なんでこんなこと言ってる、いやそんなあったんでしょって多分意見が出てくるんだよね、出てくるんだけど、なぜそんなふうに思わなかったかっていうと、当時の解説者とかは監督コーチやった50歳以上の人しか解説者してなかった。引退したのが30、やめるとしたら32じゃない、33から解説者っての考えられなかった。だからまあそういうことはないけど、でもやっぱり経験上ドームを一回も経験してないでやめるのどうなんだよって思って、でも今年でやめるかも、やめるじゃなくてやめるかもって5月に言って、7月のその押し出しがありの、9月の20日の広島の最後のこの一球にかけるがありの、ブラストゴールありのね、そしたらね、たまたまね、たまたまですよ、小早川さんのチャンネルがあるでしょ、そこにゲストの方がいらっしゃって、その僕の話になったんです途中から。で小早川さん打席に入ったじゃん、で小早川さんとずっとお会いするけど、ご挨拶だけでずっとその話をしてなかったんだって。そしたらソフトバンクのところに取材にキャンプに行った時に、ソフトバンクのヘッドコーチに達川がちょっといた、達川って同級生ね、幼少の達川、小早川さんもその時来て、ネットのところでバッティング見てたら、達川が僕のことを引っ張ってって、僕はほら邪魔にならないようにベンチでこうやって静かに見てるから、そしたらこっち来いよっつって引っ張ってって、ネットの裏で小早川さんとその話をしたらしいんだよね、したらしいっていうかしたんですよ、なんかそれは記憶があるんだけど、その時に小早川さん曰く、あれはすごくいいボールだったんだよって僕が言ったんですって。で僕はちゃんと、小早川さん自分で言わないけど、素晴らしくいい打ち方したねって僕は言ったと思うんですけどね、思うんですよ、ちゃんと本当のことを言ったんです。そしたらその30年間の気持ちがすっと晴れたんだってっていうことをおっしゃってたので、それにつながっていくんですね。だから5月に辞めるかも、
7月に初めての押し出しがありの、だから僕にとっては悲しい無四球試合ってのを持ってるから、押し出し初めてやりで9月の20日のそのホームランになるわけですけど、そのやっぱステップの1個ですよね、その押し出しがね、なんとも悔しい。コントロール売りにしてた私としてはさ、砕けるわけじゃん。1年目の9勝10敗と同じぐらいきつい出来事なんですよ。真由美さん持ってくれればよかったのにね。もう押し出し出した瞬間にもうなんか映画さん、こうなんかちょっと今までのこう肩じゃないなみたいな、なんかちょっとこう自分の中でいろいろあって、あ、もうだから前の年終わった時ぐらいからもう痛くてダメでしたから、その当時は100球までって言われたんですよ。今100球しか投げないんですよ。俺は100球までって言われたんですよ。どういうことって思うけど、100球で6回ぐらいになるとね、こう、まあ、スライダーみたいなピュッてこうキュッてこうひねるとこうヒュッと曲がるんですけど、これフッと投げた時にフワンと抜けるんですよ。その投げた時にフワンと抜けるのが見えるの、こう自分で。そのままそれは怖くてね、こうひねったらちゃんと自分のところに行くわけですよ。投げたらそこに行く習慣になってるからね。それがパッてこうひねった時に、ストレートはないんだけどキュッとこうひねった時に、このボールがこう曲がりながらファンと抜けるこの怖さってのはね、まだ覚えてますね。回転かからないでこうファーッと抜けていくんです、真ん中に。これはねもう怖くて投げられないんですよ。その恐怖感まだ残ってる。今でも夜時々夢に見るよね、こんな立ってるのに。だからまだだからベッドうなされる時あるよね。寝ててまだやってる感覚に時々なる時ある。怖いですよ。それ出たのが86年とかですか。もうだって4年目の夏に肩痛めたから、それからもう半分ぐらいは、だから9年のうち半分ぐらいは全然すごい良くて、あと半分はもう肩痛いのどんどん進行してって、針打ちながらねやってましたから。針打ってないっていう話がねあったんですけど、打ってないらしいっていう、嘘らしいっていうね、噂が広まったんですよ。打ってないんじゃない、あのが投げてるの打ってないよ、嘘だよっつってね、嘘という話があったんですけど、ちょっとうちの知り合いがちゃんと打ってるの知ってるんですよ。そのだからそのオールスターの時はその打ったのがパッとこう当たって、全然その日だけ痛くなかったの。その針がねこう当たって、この神経にこうパーンと当たった瞬間に痛みがない日があるの、時々。じゃあ押し出しっていうところに戻って、まあ、江川さんコントロールがいいんであんまりないかもしれないんですけど、まあ、満塁のピンチで押し出しできないっていうプレッシャーってピッチャーってあると思うんですけども。ああそうよね、それ素人の感覚です、申し訳ないです。いい質問でした。それそういうのはないんですよ。押し出ししたら困るとかっていうのは本当に不安のある人の話なんですよ。だから押し出ししたらってことはないんです。だって絶対それこそ投げれるんだから、ないの、うん、だからそれが起きたってことはもうその自分の意思では投げてないっていう、だからもう引退すべき年だったんですよ。だから今の質問がすごくいい質問ですね。多分そういう質問を皆さん思うと思うんですけど、フルカウントになって、今昔は2スリー、2ストライク3ボール、今は3ボール2ストライクっていうのだったらすっごい大変なんだけど、逆に言わなきゃいけないからね。なんで逆にしたっていう思うんだけど、だけどそういう不安は肩痛めてからもコントロールでやってたから、フルカウントになってフォアボールになるっていう感覚は押し出しするとかってないんですよ。ないの、それは絶対に全然ないんです。ストライクを投げれるんだから、打たれるか打たれないか分かんないですよ。でもボールゾーンに投げるってことはないから、でフォアボールになっちゃうでしょ。一番フォアボール嫌いだから、絶対ストライクゾーン投げれるんですもん。打たれるかもしれないですけど、それないんですね。正解はなしです。問題じゃなかったね、それ。高校時代もそういうピンチをあんましょったことがないかもしれないですけど、あ、高校の時はあるほら夏の押し出しあるから、あれはもう一番速いボール投げようと思ってたから、ストライクゾーン投げて見分けて投げてないですもんね。まあ今で言う、例えば高校球児とか、はい、満塁のピンチで、はい、ピッチャーですと、はい、そういう時の投球術というか、なんかアドバイスというか、なんかあります。ああ、それはね、みんな思い切って多分全力で投げるのでボールになっちゃうって押し出しとかあると思いますね。あると思いますけど、気持ちとしては練習の時に常に 2-3 っていう、まあ3マグは3ボール2ストライクですね、3ボール2ストライクのカウントで何回も投げるんですよ、ブルペンでね。ブルペンでそのフルカウントでストライクギリギリのところに投げる練習をするの、プロもやってるから、
そういう練習をブルペンでやってる人はあのフルカウントでも怖くないんですよ。特にね、あの広島カープがやってると思う。見てて一番やってる球団が広島カープな。キャッチャーの相澤さんのミットの出し方を見るとボールゾーンじゃなくてストライクゾーンでギリギリに構えるんですよ、フルカウントから。それを見てると練習中に多分しょっちゅうやってると思う。広島カープが一番フルカウントからのストライクギリギリに投げるっていう練習を多分数多くやってると思います。各球団全部見てみるとカープが一番多い。それはでこのカウントじゃ、例えば右バッターの、まあ、左ピッチャーで右バッターのインコースどうしてもフルカウントになるとストライク入れようと思うから甘く中に入るんですけど、それをギリギリ投げるのを左ピッチャーが投げてるのに、あの相澤さんがインコースをギリギリに構えることがよくあるんですよ。それを見てると、あ、練習中にやってるなっていうふうによく思いますね。話は戻るけど高校野球でもやってるところは多分いっぱいあるので、それを勧めますね。常に危機感を持ってブルペンでただボールを投げて速いボールを投げるんじゃなくて、そういうカウントで追い込められた状態でブルペンでやっとくと試合の時に同じ状況に来ても同じようにできることになるので、ドキドキしないんですよ。やってないからドキドキするんですね。だそれは練習で絶対やった方がいいというのがアドバイスですね。もうやってるわいっていう答えがいっぱい返ってきて、ぐわーっ返ってきてると思いますよ。ありがとうございます。本当にそれが嬉しいですね、反応があるというのがね。今回あの引退の年の阪神戦で押し出しをしているということが判明いたしまして、多分すごく肩の痛みで そっちの記憶の方が少し薄れていたというふうに思いますね。押し出しを取った方のチームは多分お祭り騒ぎということになりますけど、やった方はもう本当にあのストライク入れておけばよかったなと思うのがこの野球でございますけども、この夏場はもう3年ぶりにお祭りっていうことがあちこちで行われて、花火大会なんかもあって、本当にお祭り関係の皆さん良い大変だと思いますけれども、ぜひですねあの地元に皆さん帰ってきたりしたら楽しいお祭りにしていただくと本当にありがたいと思いますので、もう乗ったら乗ったでもう本当登録いっぱいお願いします。お祭り騒ぎで登録よろしくお願いします。